絶対聞くべきパンクロックバンド5選。パンクロックとは、70年代後半から発生したジャンルです。早弾きなどの技巧を嫌い、ロックンロールへの回帰を目指したシンプルな楽曲が特徴だぜ。過激なパフォーマンスや、反体制的な歌詞も特徴だね。ザ・モーンズ。ニューヨークで結成、単純明快でキャッチーなメロディが特徴で、後のブームを牽引しました。ザ・クラッシュ。ロンドンで結成、名盤ロンドンコーリングやジョーストラマーのカリスマ性で有名です。グリーンデイ。カリフォルニア州で結成、青春パンクやメロディックハードコアにも分類されます。ザ・ブルーハーツ。東京都で結成、シンプルなメロディとメッセージ性の強い歌詞で独自の日本語ロックを追求。セックスピストルズ。ロンドンで結成、奇抜なファッションと反体制的な歌詞で一世を風靡、みんなの意見はコメント欄へ。